京商工リサーチは先月27日から今月5日にかけてインターネットでアンケートを行い、北陸3県の企業428社から回答を得ました。それによりますと、新型コロナウイルスの感染拡大ですでに影響が出ている、今後出る可能性があると回答したのが416社で、全体の 97.2% に上りました。このうち3月の売上が前年を超えたのは 33.2% にとどまり、66.8%